間に合った、ツンツンの日にの日の22時22分に間に合った。間に合いましたね。あとちょっとだねー。今日は昼間出かけてて 打つの早い。昼間出かけてて疲れて帰ってきて、うとうとしてたらもう22時になっちゃってて、もう22時やん、やばいと思って、あと10分、あと10分。ね、だからね、めっちゃむくんでる。今来た。今日暑かった。分からん分からん。え？外出てない？宮城で美味しいもの食べれた。牛タン食べたよ。牛タン食べた。狼ちゃん、狼ちゃんね、ガチ切なかったね、ガチ切なかったよ。渚に LINE した。なんか恋愛ってこんなに切ないんだって思いました。もう狼ちゃんのことしか考えられない。うん。みんな泣いてる。
皆さん、あのですね、私推しの子見ました。仙台の新幹線の中で推しの子をついに見て、めっちゃ切なくなっちゃって、声まで出なくなっちゃった。ガチで切ねえと思って。なんか TikTok とかでみんな可愛くてでで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 でアイドルって踊ってるじゃん。だから普通に可愛い曲なんだろうなって思ったら、切ない曲だった。全部見ました。全部追いついて全部見て、6話まで見て、あ、ゆりちゃんに言ったよ。だから花ちゃんも見てたから、新幹線仙台着いた時に急いでゆりと花ちゃんとか言って、ね、見たよ、もう切なすぎて。仙台のそのもう新幹線の中でマジ超うるうるしちゃって、で一回その見終わった後に、1話を見終わった後に YOASOBI さんのアイドルの MV 聞いて、え、まさにじゃんと思って、まさにじゃんって思いました。ガチで。まさに。超切ない曲でした。で、1話が壮絶すぎて、ちょっと重いんだけどね、話はちょっと重いんだけど、でもすごい見応えがありました。じゃあ見応えがあったし、筋肉ムキムキの YouTube おもろかった。あ、あと4分だ。あと4分、あと4分。みんなのやつサナボイス見てたよ。ありがとう。たくさん画像とかも作ってくれてありがとね。サンキューでーす。そのツンタイム読んでありがとう。うん、夏糸の準備しといて。よっけ。こんばんは。うん、こんばんは。あと2分だ。スタジアムでのライブいかがでしたか？
超楽しかった。なんか久しぶりにあんな広いところでライブしたから超声が出て、私あれ朝の7時にリハしてたんですよ。朝の7時絶対にトリガーとかシトロン出ないのに朝の7時でも声出たんですよ。もう大きな声届かしていいんだと思って歌ったんですけど、全然絶好調に出たんですよ。スタジアムはね超楽しかった。マジで自分の声が超出たと思って。野球ファンの方のツイッターでさなちゃんめっちゃ褒められてて嬉しかった。ありがとう。野球超楽しかったです。あのね、楽天のチームは負けちゃったんですけど、ちょうど私3年ぶり、全然もっとだ、めっちゃ前ぶりにね、5年ぶりぐらいにね生で野球見たから超楽しかった。あと30秒ぐらいだ。スタジアムツアーするか。するか。ドームを越えてスタジアムツアーか。あと10秒ぐらい。あ、そうなんだ。いわき市出身の方いたんだろうっていうのチームに。待って、22秒いくよ。22秒いきたい。22秒くれよ。22秒くるよ。はい、多分そこ今ぐらい。今月もありがとうございます。今月も無事ツンツンの日、ツンツン秒、ツンツンタイム、皆さんと迎えることができてよかったです。ありがとう。ツイートも見るね。そう、なんかね、めっちゃ嬉しかったのが、イコラブファンなのかそのイコラブファンじゃない方なのかわからないんですけど、なんかさ、なんかみんなビデオ撮ってたじゃない。だからもういろんな人のツイートが見られるわけですよ。でそれでさ、ちょうどあ、なんか自分のその出来とかも見たら、どういう歌ってたんだろうと思って、なんか出てきたら私が歌った後に、なんか後ろの席なのか隣の席の人がうーまって言ったのが嬉しい、よかったと思って、うーまって言ったから、あーよかったと思って嬉しかったですっていう話。どこだっけな、何のパートだったっけな。あ、みんなツイートありがとう。あれ、夏祭りかな、夏祭りの多分 D メロ、目をだけでも熱くなるよ今のとこの時にうまって聞こえて、ビデオ撮ってた方の多分周りの方がね、嬉しい、ありがとう。私もあそこはさ、大事なパートでさ、受け継がせていただいたからさ、大切に歌いたくてさ、だからよかったと思って嬉しかったです。うまっ、あざまーす。皆
な楽しそうだったね。でも最後あんな走り回ると思わなくてライブより疲れました。最後皆さんの元にさ、スタコラサシサって言ってさ、私一塁側にいたから三塁側にこう帰らなくちゃいけなくて、最初から三塁側にいたらね、そのままこうパッて帰宅できたんだけど、一塁側にいたからもう全部回んなきゃいけなくて、もうぜーぜーハーハーでした。もうライブよりあれが超ね疲れたけど、なんか多分野球のファンの方だから、もうイコラブで言ったら亀子さんみたいな人が結構いたんですけど、この子は永遠にファンさしてたって言ってて、楽しかったです。自分のファンの方を見つけるの楽しかったし、イコラブのファンの方を見つけるのも楽しかったし、そうじゃない方がこう手振ってくれたりいてくれるのも嬉しかったし、貴重な経験をさせていただきました。1年くらいファンサーいただきました、ありがとう。私もめっちゃ久しぶりにあんなやった、コンサートのツアーのコンサート以来にあんなみんなにサービスしたよ。めっちゃサービスした。でもさ、ガチであれはスベイベだったと思う。多分ファンのみんなもあの8曲もやると思ってなかっただろうし、セリアって3曲ぐらいでしょみたいな感じだったと思うから、ね、でめっちゃ近くいて全然バチバチ取れてみたいな、超神ベッドだったと思う。あれは目があった気がした、レンズ越しドキッとしない？直でさ目合うよりさ、レンズ越しって超ドキッとしません？私はさ、亀子さんやったことないからわからないけどさ、どうだった？現地羨ましすぎた。来ないよ、郡山から来ましたって人いたよ。あの楽天イーグルスさんの私の背番号37番はママにあげました。あ、お腹鳴った。あうんの呼吸で準備していった亀子さんのリテラシーはさすがやなって思いました。ちょうどね37番さんがいなかったんですよ、いらっしゃらなくて。だからよかった。私のために開けてくれてたの？そんな優しいことある？案外グラウンドどこの席でも近い感じって。あ、本当？よかった。あ、かずきちゃん、タワーありがとう、嬉しい。確かに私福島東北出身なんですって言えばよかったわ、しくった。今日誕生日なのにゃー。じゃあ皆さんもお誕生日おめでとうって言ってください。ハッピーバースデー。
ちゃん、ハッピーバッピーバースデー、素敵な一年を、大好き、お誕生日おめでとうございますすごい、みんなもコメント欄でおめでとうってたくさん言ってる。おめでとう。素敵な一年過ごしてね、サナと一緒に、サナと一緒に過ごしてね、サナちゃんに出会えて幸せだよ。対面でもたくさんお話できて幸せでした。大好き大好き、私も大好き大好き。ありがとう、おめでとう。婚姻在現れない、近いサナツに行っておきってしちゃう。遠いサナツには、遠いサナツには、ぜ、ほんとサナツのおかげでトワイスのサナちゃんからレス来ました、ありがとうございます。そんな、ほんとにそれすごくない、ガチってこと、昨日言ったってこと。ダムの店舗の方に夏祭り入ったんだよ、多分アプリは来週かな。嬉しい、うーたおーと、さなちゃん今週の話し会楽しみ。今週はさ、2日連続だよね、2日連続だよね、だよね。ならって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 らねねねねねねね。私も昨日トワイス行きました。すごいね、いいのー、さあもう可愛い子たちみたい。可愛すぎてさ、度肝を抜くよ、えってぐらいびっくりしちゃう。しばらく会えなくなっちゃうのさ、寂しい、寂しいね。あ、かおちゃんだ、かおちゃん、タワーありがとう。楽天楽しかった。じゃあ何も。私、かほちゃんの幸せそうな顔見てもよかったよ、近くに行った時にさ、マジでカメラ持ってた、もう超幸せな顔してくれてて嬉しかった、ありがとう。若干受けてくれてるの面白かった安定にいつもニコニコしてくれるからさ、やっぱ嬉しいよ。やっぱここで私が、私と目が合うことによってさ、
ニコニコしてくれたり幸せそうな顔してくれるのはマジで嬉しいですよ。ありがとうかおちゃん。久々にマスクなしでさなちゃんって叫びて幸せ。そうか、なんかさやっぱイヤモニしてるからさ、うちらはね、全みんなの声があんま聞こなかったんですよ。でもビデオ見たらみんなめっちゃ言ってるやんと思って、コールめっちゃしてるじゃん。全然分かんなかったんですよ最初。コールめっちゃしてくれてたんだね、ありがたい。仙台行ってよかった、ありがとうね。こちらこそ超楽しかった、ありがとう。お話し会まで一週間頑張って。うん、お姫様のコール楽しかった。あー、あれダーリン、あれちょっと恥ずかしい、恥ずかしかった。なんか普通に歌いたい、そのダーリンって、ダーリーンっていうの今度あれやったら言うのやめよう。歌おう。ちょっとなんかダーリーンはちょっと恥ずかしい。マジ恥ずかしいんですよあれ、超恥ずかしい。超恥ずかしいんですあれ、実はめっちゃ恥ずかしいんですよ。みんな恥ずかしくないのかな。無心でやってるのかな。どんなって言ってみたらおかしいでしょ、おかしいでしょ急に。得意じゃないよ、セリフが得意じゃないからね、セリフが得意じゃないから恥ずかしい。うん、ダーリンはお話し会だけってことで、そうだね。もう虫キビはダメなんです、もう。だって言っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。今日イコラフでマイクがサナちゃんに向けて言ってない。え、だからかなんかさ、めっちゃさ、サナちゃんって流れてきてさ、何を言ったんだと思って。イコラブ沼？あのね、言いたいことがあるの。私ね、今夜は帰りたくない。ズルズルは不幸になってほしいなんて思ってないよ。だからわあ大丈夫。私が恋を泣いていたら君は振り向いてくれたのかな。もしもし、今何してる？付き合いだもんね、わかった？あーがあんの？あーがあるの？あ、あー付き合いだもんね、わかった。
なるほどね。あとなんかセリフってありました？捨ててやるよ。私捨ててやるよ。もう絶対恥ずかしくて絶対に無理。ついてこいよの方がまだ言えるわ。捨ててこいよ。あ、捨ててこいじゃねえや。間違った。混ざった。捨ててやるよはね、ちょっと恥ずかしい。ただのゴミ捨てじゃん。ジャンクショー。捨ててこいよ。ただのゴミ捨てになってしまう。マユミちゃんは、君のために、君のために生きる。君以外の思い出なんて必要ないから。え、違うの？君じゃない思い出なんて必要ないから。え、私なんて言った？君以外って言ったか。君じゃない思い出なんて必要ないから。え、君じゃない思い出なんて必要ないから。君じゃない思い出なんて必要ないから。へえ、ミレちゃんの声似てたでしょ。君のために、君のために生きる。君じゃない思い出なんて必要ないから。君は、君はハニカミショートで、ウォンウォンウォン。チョコレートメランコリーはなんだっけ、なんだっけ。あ、一緒に行くって約束したでしょうか。一緒に行くって約束したでしょう。どう、君となら私怖くないよ。君となら私怖くないよ。君とだったら私怖くないよか。あ、超孤独らよね。わかんない。ちょっとごめんなさい、ジョイちゃんの曲わからん、あんまり。でも私にはまだセリフが来ないからいいんです。まだ一個もセリフやったことないもん。基本セリフはミーニャとかが多いから、私はね、マイカとかが多いから来ないんです。基本私は歌かラップやってるんで。ラップね、ラップならね。あるかな、私のセリフありますかね。さなちゃんのバチバチに決めてるセリフとか聞いてみたい。いやー、絶対にできないよ。さなちゃんのセリフなんてあったら死んでしまうので無理です。私も無理です。やめえ、ヤオはセリフじゃないかな。だってやめえ、やめえ、いじるな。やめえ、やめえ。セリフ言ってみたい。やだ、恥ずかしくてできない。私はもういいんです。歌ったらいいんです。歌えればいいんですよ。はい、歌えれば大丈夫です。
イケメンじゃないよ。イケメンじゃない。リリリリリワンワンワン、ナナ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 ナ。来たら絶対パチパチに決めちゃうじゃん。いや、いざ来たらそれは仕事だからやりますよ。それはね、お仕事ですからやりますよ。あ、こんにちは。伸びしてるね。みんなもんちゃんって呼んでるよ。もちゃーん、もちゃーん、おじゃ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 、元気、おじゃ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 、あー、おきゃー、来たなー、あいやん、おじゃ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 、このね、このね、あの、この子はね、パパが好きなんですよ。だからいつもパパがもんちゃんのことを呼ぶときに、おじゃ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 呼ぶんですよ。そうするとこってめっちゃ喜ぶのね。ぼよ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 。そう、かわいいね。あんたかわいいよ。なんでそんなかわいいの。めんちゃん、そう、めんちゃんじゃね、間違った。もんちゃん、お目目大きいよねって言おうとしたらめんちゃんって言っちゃった。もんちゃん、お目目大きいんですよ。顔がちっちゃい割に目がめちゃめちゃでかいんですよ。で、髪切ったから余計にね、今めっちゃ、犬アイドル、犬アイドル、フォルダが潤いました。潤ったって、もんちゃんで潤ったって。なんか全部お利口です。そのワクチン打つために注射打つ時もキャンとも言わないの、もうって本当ね、お利口だと思います。言わないし、え、似てる、やった、なんかね、本当偉い、偉いです。うん、されるがままです。そう、偉いの。なんかサナのさ、初期の写真とか見てたんだけどさ、なんかどんどん目がでかくなってってなと思って、多分まつげなんだと思うけど、まつげがどんどん長くなってるから余計に目が大きく見えるのかなと思って。いつもワンちゃんはですね、4歳になりました。この間で憧れてた一人との中で外の世界はどんなに
最近まつげめっちゃ抜けるの。化粧落とす時もそうだし、目かいちゃってめっちゃまつげがね抜けるの。けどちゃんとさ、まつげ美容液塗ってるのに。自分と同い年です。あ、ゆうたさんは4歳なんですか。あ、めっちゃお腹鳴った消化の音してる。超お腹いっぱいだからさ、胃が満たされてると超幸せだよね。みんなご飯食べた？ご飯食べたかい？みんな。そう、課金してるのに、このまつげに課金してるのに。みんな春雨食べてる。えらい。私もラッシュアディクト、ラッシュアディクトとあとラブライナーのまつげ美容液よ。うん、水がもない。そう、マツパしてるよ。しゃぶしゃぶしゃぶしゃ、いいね。みんな春雨食べてる。えらい、えらいね。レモン食べた。あ、びっくりした。春雨の話ね春雨の話ね。ラブライナー美容液いいよ、めっちゃいい。ワンタン美味しい。次の給料日に春雨爆買いします。かわいい。給料入ったら春雨爆買いって聞いたことないよ。春雨の中で一番私はわかめが好き。イコラブのファンがみんなガリガリになっちゃうよ。ちゃんと食べてね、食べてね。うん、私も福島出身です。私も福島出身です。同じ。私もわかめ推しね。え、そのさ、お店によって、そうそうそう、なんかやっぱ種類が少ないお店とめっちゃあるお店があって、そうなんだよ。あー、美味しそう。塩レモンにあのさ、サラダチキンとか入れても美味しそう。そう、わかめないんだよ。わかめ好きなのに、わかめがない。すごい、みんなアレンジレシピしてるね。結構すごーい。夢を叶えた特別な夜。星空の下。もんちゃん潜ってた？もんちゃん入ってた？いつもね、このブランケットの中に潜るんですよ、うちの子。いつも潜ってる。春雨を応募してもらえる壁紙さなちゃん可愛かった。あー、ゲットしてくれた、嬉しい。ありがとう、ありがとうございます。ノーサナローライフ、ありがたい、ありがたい。今週中にプレゼント送りを待ってた。あ、そう、プレゼント届いといてた。ありがとう、送ってくれた皆さん。プレゼント、お洋服だったりアクセサリーだったり、ありがとうね。大切に使わせていただきます。そのつんみたいな彼女作るためにはどうしたらいい？わかんない。いろんな人と出会った方がいいんちゃう？
テストやばかったんだけど、さなつ学校学生の時勉強できてた系女子どういうこと。私はやればちゃんとできるのにやらなかった人だった。でも最後焦って、もうめっちゃ頑張ったら大学のなんかなんていうの、成績表じゃない、成績表であってんのかな、なんていうんだっけあれ、評価がほぼ A だった。 S か A、 たまに B みたいな感じだった。やればできるのにやらん。手紙とプレゼントってセットで手元に渡ってる？うん、渡ってるよ、ほとんどはね。うん、今日も図書室で、あ、図書室ってさ勉強めっちゃ集中できますよね。女だけどサノツみたいな彼女欲しいです。もう私、多分私と付き合ったら超楽しいと思う。楽しいこと間違いなし。いつも赤天気。いや、そんな時もあったよ、私も。あったけど、やっぱ人間ってギャル組長もそうだけど、やればできるんだと思ったんですよ。こんなセリフ量覚えられないとか、こんな膨大な量覚えられないとか思うんだけど、やれば人間ってできるんだなって思いました。そしたら付き合ってほしいです。嫌です、付き合いまへん。そりゃモテるわ。私ってモテてるのかな、わからないよ。私と言ったら楽しいと思う。やっほーやっほー。サナちゃんはツンツンの日に何かやってる？え、ひたすらサナボイスでつぶやいてる。つぶやいてるじゃない、マジで見てる。みんなのつぶやきを見てる。ちょっと笑ってそう。うん、配信見てるだけでも楽しいです。よか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 。陰キャに優しい一軍女子だよね。そんな人になりたい、私は。そんな人になりたいよ。前髪憧れ。もうマジ最近さ美容室行けてなくてさ、伸びきっちゃってる。前髪切ってない。さあ友達からでお願いします。考えと、今の髪色めっちゃ好き。なんかね、めっ一気に色落ちしたんだよね。なんか昨日のさ、あの昨日違う、一昨日の楽天のさ、カメコさんの写真とか見てたらさ、え、めっちゃ頭明るいと思って。明るい。え、明日も雨なの？やだ、明日も雨だってみんな。雨ってさ、いいね、降っていただいてもいいんだけどさ、傘をさすとさ、その分手がさ使えないのが本当に嫌なんですよ。やだー。いや本当ね、めちゃめちゃもっとこの色をこういう感じの明るい色をねキープしてたいんだよ。もうなんならもうちょっと明るくてもいいんだけど。でもさ、今度ね、今月のその最終日にレイコをやるの。おとなしい黒髪の高校生役のレイコをね、お話し会でやるのよ。だからさ、やばいよ、ギャルになっちゃったよレイコみたいな。
なっちゃうから。明日は寒いよ、だって。うん、大学生デビューしたレイコになっちゃうんですよ。服はまだダサいのに。そう、あのレイコの衣装ってわざとあえてダサくしてるんですよ。よく見たら柄に柄なんですね、最初の制服の後の衣装って。わざと。もっと可愛い服あったんだけど、そのレイコなりの最大限のおしゃれがこういう感じだろうってことで、わざとちょっとダサくしてるんですよ、柄に柄。垢抜けたのかな、レイコちゃんは。リュウコに影響されて。いつもお疲れ様、ありがとう。こちらこそいつもお疲れ様。そういうとこも好きになっちゃうんだろうね、なっちゃうんだろうね。僕はお仕事で見れなくてごめんね、だって。大丈夫だよ、いつか来てね。リュウコとレイコが話したらどんな感じになるんだろうね。ねえ、面白そう。めっちゃ面白そうだけどね。でも意外に仲良くなりそう。眠いから起こす一言ちょうだい。なんで、寝ていいよ。寝なよ。寝ればいいさ。会津若松で好きなところ、あ、会津若松はね、もうめっちゃ温泉とか超行きますし、馬刺しも美味しいし。親友になってくれますかね。親友になるかしらね。今日サモンでめっちゃ早起きだったの。わかんない、世の中の早起きの基準がちょっとわからないんだけど、私は今日6時45分起きだったから眠いの。テスト勉強が、あーごめん言っちゃった、あーやば、テスト勉強がやばすぎてピンチなんだけど、その後に優先するしかない。そんな、また多分配信やるからいいよ、テスト勉強しな。それか私のこのショールームをちょっと一休み休憩にして、まあそのままあと5分ぐらいで終わるからさ、そしたら勉強すればいいさ。サナちゃんの歌声が生きがいです。ほのかのことが好きなんだゲインだい。ありがとう。サナちゃん YouTuber にならないんですか。あのね、本当に無理だと思う。全然喋るし動画は撮れるの、でもやっぱ編集が無理。この前マイカとアンナが編集してるパソコン見たんだけど、あ、もう無理ですって感じ。本当に私パソコン苦手なんですよ。携帯ができてもマジパソコンが苦手だからできない。すごいよ本当に。ミーニもそうだけどさ、本当にすごいよ、できない。私本当に機械音痴だから。岡川くん呼ばないと。苦手？パソコンできたらかっこいいよね。そのつもしのあの方に編集聞けば。誰誰誰誰誰誰、ね、YouTube やりたいけど絶対やれない。絶対にやれない。編集がね難しい。大学の時は全然パソコン持ってて
あのレポートとかもやってたからね。でもね、もうね、パソコンもなくなっちゃったし、無理よ。目に米入った、痛い。あんまりのね、レギュラーに。あ、虹ありがとう。うん、でも今さ、それこそ iPad とか携帯でできるからね。携帯でね、できる時代だから。何でも、私も一回さ、サナチューブみたいなふざけてやった時も携帯でやったさ。し、さえぼしって言ってほしいな。さえぼしさえほしさえほしになっとるよ。そうだ、今のアプリめっちゃすごいよ。勉強頑張れって言ってほしい。頑張れ、みんな通る道や、頑張れ。駅に伝言板があったのは知らない。何する伝言板って。伝言板って何ですか。もんちゃん行ったよ。のまま今こっちにいるけど、うん、iPad あればもうね、便利な世の中になりましたもんね。黒板みたいな、え、知らない、何それ。一番好きな電車は、え、なんか田舎って言ったらあれだけど、1時間に1本しかないような、2両しかないような電車はい、あ、やってたね、プログラミング。じゃあそろそろ終わろうかな。ランキング読んでいくよ。1位がかずきちゃん、2位がかほちゃん、3位がしずてぃ、表彰台おめでとうございます。4位がやまちゃん、5位がまつけん、6位がきらら、7位がよちお、8位がりょっき、9位が束縛、10位がひかりり、11位がじょうちゃん、12位がディバさん、13位がダマイス。ありがとう。でタワーくれたのがカズキちゃん、お誕生日のカズキちゃんとカホちゃん、ありがとう、ありがとうございました。また配信するので見てね。バイバイ。みんなもおやすみだよ。サナもおやすみだよ。あ、で明日ね、マイカちゃんが朝出るみたいなので、早起きする方はぜひ TBS のラビット見てね。バイバイ、おやすみなさーい。バイバイ。